様、今お暇ですか？お暇でしたらどうでしょう？ちょいとばかし一曲。え？家康様が心配でそんな気分にはなれないと。確かに家康様とてもお忙しそうですもんね。なんとかしてお力になりたいんですって。 これも我らの生き様だ。 天命、その流れ着く先、それは定めの地、川真中の島。時は来た、決着をつけようぞ。剣心、望むところ、雌雄を決するは今。 武田の策です。こちらは人まず陣を取り進めましょうぞ。その身に震えを宿すことは恥ではあります。もしサコメルフもここがああしてこうなっても、ああ、剣心様、まだ助かる。急ぎ救い出すんだ。いかに先だということ、虚しい。いかん、
全員を失うな。燃え尽きるを知らず凍てつくも燃えてしまう。我らも続きますゆえお進みくだされ。 見事に鍛え上げています。遅れねえぞ。技は見て盗まないとな。親方様、この雪村キツツキイノシシがごとく。 思うままに駆け雪村。ギレンのくるぶしを浸す兵卒らの涙が見えるか。見えた。上杉が旗。いざ貫かん。 さすがじゃ雪村、武田軍盛況天下に知らしめ。お任せを。立つのです。失う明日を恐れるなら武田の小金見届けたぜ。神風ってのがあんだろ。それがあれよ。これが切り取り放題ってやつか。 なんの、さらに険しき戦場とで乗り越えてきたわ。俺たちの見る目は曇っちゃいなかったって話だ。これはしたい。無敵の直江兼続に全てお任せあれ。こんな時になんだけど最強か。喉が渇いてどうしようもないぜ。上杉殿、お覚悟。 それがしを踏み台にした。そこでお休みなさい、雛殿。ああ、いいぞ、虎の巣。はっ。申し訳ございません、親方様。この雪村、虎になれてもキツツキとはなめず。よい、ひとまずは下がっておれ雪村。 魂の熱きは火山のごとく。私もお待ちしております。真剣、チーム、みんな知りたがりばかりだ。貴殿はまたも戦国最強の名を欲しいままにするか。俺だってなの石垣はそう簡単には崩せねえぜ。 背中は俺らに任せてくださいよ。参ったね。身の毒薬がいくらあっても足りゃしねえ。足の祈りもお前の胸に。何のこれしきのこと。押されたうちに入らん。 俺も雪組の一員として名を馳せるんだ。皆が無敵であれば、いや、むしろ皆が直江兼続であれば。定勝もやる気になっているようだな。<笑>
敵を虹らぬよう追い払います。合点です。目覚ましい攻撃。敵味方皆が降伏しております。落ち着いて。どうすればいいんだ。転倒を重ねた結果、命の危機という結論に至りました。石垣を砕いたからには戻りはかなわぬぞ。いかに兵をぶつけるだけ損するか。貴殿には傷一つつけられる気がせぬ。好きにする。今や本田殿のみを頼りとした徳川ではない。やい、嫌いじゃみなの。 我らには偽門天の加護のみならず将軍様のご意向あり。斬るな。奴が倒れようともまだ反りがしがおる。この痛みは散りゆく者の慰めたらぬこと。 よくぞそこまで鍛え上げた。脅かし、すぐにでも言ってやりたいな。それがしに勝るとも劣らぬな。<笑><笑>よし、敵陣営は完全に浮き足立っている。ワンプ不当だと。そのようなもの、 わしなら平気だ。それよりみんなを気にかけていてくれ。いかなる戦においてもただ勝つ、それが戦つだ。 安定不動、乱れ動く。 我ら容赦はせぬぞ。
ならぬ剣心と。わしは見定めねばならぬ。この狂乱の行く末をも。少々表情が柔らかくなったな。 様を元気にしたい。まずは作戦その1。疲れを癒すならやっぱ美味しいものに限ります。ん？どうした忠勝？その握り飯をわしに？どれ？うん、とても穏やかで優しい味だ。焼き味噌の味付けもちょうどいい塩梅だな。 足を気遣ってくれたんだな。ありがとう。恩に切るよ、忠勝。何やら真夏なる気配が。こっちだ。獲物の匂いだ。 豊臣を追われた砂人が今なお逃亡を続けているとだ。はあ、いいお茶だ。<笑>いいお手前じゃねえか、ワビスケ。 織田軍先兵隊が静ヶ岳へと向かっております。武田の弱体化を見計らい、イー軍が動き出しましたぞ。憎き武田め、乙女の怒り思い知らせてやる。 親方様がおられぬからこそ、この雪村命に変えても守りきる。お尋ね者、上空より発見。